劇場公開されてた新ウルトラマン。大好きなやつですね。そうですね。はい。以上見てまいりました。<あ>えー、劇場公開、えー、しております。これがでも出る頃には終わってるかもしれません。ドクターストレンジマルチバースオブマッドネス。もうなんか人生って積み木なんだなっと思いますね。そうすごくこうコメディアス。 だからもうなんかガチガチのあの刑事もんです、探偵もんです、バディもんですってよりかはもうん、なんかもうとぼけた奴らががなんかちょっととぼけ合いながらやってるから<う>あ割ともう楽な気持ちでねレトロなあの乗りだから、うん、もうザッツアメリカンを浴びるやつ、うん、<laughs> いいですねうん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 なんか特殊な映画ですねそうすごい特殊な映画だった、はい、なんか見終わってなんかなんなんなんて思えばいいんだろう俺はと思って思う 思えばいいんだろう状態で本当に <laughs> エンドゲームはね、うん、上映時間が二時間半から三時間みたいので長いって言ってる人が多いけど、うん、それは違うんだと、うん、エンドゲームの上映時間は十年だ <laughs> 最初のシリーズのスタートからそこまでの時を過ごしたっていうことが上映時間なんだよっていうこと言ってた激しく同意しちゃったわけだねなるほどね <laughs> うスイスアーミーマンって聞いて何を想像しますススイス軍人じゃないのって思うじゃないでもスイスに軍人はいないのううんあのこれ無人島の話なんですよ。ハンバーグラーメンただいま,だいまどうもハンバーグラーメンのアンディ本山とハンバーグラーメン西村俊彦です。さて今日は 映画を飾ろうという何なのその歌急にテーマソング今作ったんでしょそれ俺なんか素材にしてあれしなきゃいけない,んはいということでいつもの ラジオの中でちょっと話をしようかとは思ったんですが、うん、結構な量になりそうだから、うん、これだけ別で、えー、企画としてやってみようということで、はい、タイトル書いてこの絵は西村君が描いてくれました「映画を語ろう」です、はいはい、ということで早速発表していこうと思います、はいはい、ではどっちから発表しますかじゃあどうぞ、はい、じゃあ僕が見た映画、えー、5本ですね こちらですじゃじゃん、見えてますかはい。えー、と、アムプラで見れるやつとして、まず、スイス・アーミーマン。聞いたことない。はい。と、えー、アメリカン・アニマルズ。聞いたことない。<laughs> で、ナイス・ガイズ。聞いたことない。で、パーティーで女の子に話しかけるには。同じようなタイトルを聞いたことがある気がするあー、なるほどね。うん そして劇場を公開されてた新ウルトラマン。大好きなやつですね。そうですね。はい。以上、見てまいりました。はいというのもですね、えーと、私がウルトラマン好きなのを西村君知っててですね、うんえと、私の誕生日プレゼントとして、これをいただきました。じゃじゃん、新ウルトラマンフィギュア。ね、ありがとうございます。ということでこう、今日ここに映画の、ね、<は>日なので。 アシスタントです、ね、アシスタントとしてここに置いておきましょう。邪魔だったら言ってください。はい、<laughs> じゃあ西村君発表してください。お誕生日おめでとうございますあ。ありがとうございます。ここでも言われるんですね。西村君は何を見てきましたかはい、はいはいえー。では私が見てきたのはですね、えー、こちらでございます。えー、劇場公開、えー、しております。これがでも出る頃には終わってるかもしれません。ドクターストレンジマル d r s t r a n g e あス<ー>マーベルですね。はい 続いて「積み木の家」うーん知ってるような知らないようなうんこれはね僕ちょっと1本と数えるのはちょっとずるしたえっ何それまああとで聞きましょう、うん、はいえー、そしてズーム見えない参加者 <laughs> それね僕サムネイルだけ見て絶対見ないなと思ったやつなんですけど <laughs> なんだこれと思ったのよそれを見てきたってすごいなと思って本。はいということでまあ これを全部喋ってるときりないのでまずはじゃあ西村君が見たやつ、うん、でたぶん一番喋れるのは多分ドクター・ストレンジなんでしょうねきっとそう思いますそう思いますよそれはだって好きだもん、うん、あまあね、うん、一応たぶん全部見てるからねあそうだよね、うん、今までの,、うん、あのマーベルシリーズをそうそうそううんうん でもそのさっき言ってた積み木の家のなんかズルしてる話をちょっと気になるので、うん、ああ、うん、あ、ははまあ、なんかそのズルしてる話だけでもいいですよ中身じゃなくてもあのー、十何分かなんですよえっ短いのそんなに、うん、短編、えー、サイレントアニメーションなのあなるほど、うん、サイレントアニメーションこれはね、めちゃめちゃ良かったあでもそれだなんかすごい賞を取ったりとかしてるやつだよね なんか最近話題になってた気がするうん俺もそんな気がするああそれかへえだからどんなタイトルからどんな映画なんだろうって思うんですけど地球のね水深が上がってきちゃってで人々は家の上に家を建てて暮らしているっていう映画なんですよはあなるほどそれで積み木の家そうそうそうように どんどんお家が上に伸びていって過去のお家は水の中に沈んでいるっていう世界観これがまずねへえ面白いってんでうん面白い、うん、へえ<ー>でなんか一番上の家に気難しいおじいちゃんみたいなのが暮らしてるんですよ、うん、頑固そうな、うん、でその食材とかそういうのはもう船でねお家の間を回る人がいて届けてくれるんだけど、うんうん ある日、うん、おじいちゃんあの着せるえー、なんてパイプか、うん、パイプ吸ってんですけど、うん、それを落としちゃうんですよ下にでそれを取りに行かなきゃなっていうところからうん主んなのうんほぼほぼおじいちゃん しかいないあそうなんだええもうなんか人生って積み木なんだなって思いますね <laughs> 何それ何それめっちゃ見たいわほ、うんわ本当にあの手軽に見れるのでそうだ短いもんねぜひぜひああそうええ、うん<ー> 1本と数えるのはずるかなって思ったけどなるほど全然1本ですかいや中身だから中身中身なくても1本は1本だからねそうですねそっかへえ積み木の家見ます私絶対それそしたらちょっとなんか軽く触れるので1個じゃあモテさんも聞かせてください何がいいですかねアーミああこれ これね、ちょっと長いかもね。あ、じゃあ、いいよ、全然。何じゃあ、軽くだったら、これ、えナイスガイズ。ナイスガイズ。あっ、ナイスガイズね。ナイスガイズね、これね、えっとね、2016年ぐらいの映画なんですけど、舞台が1977年。ほうほうほう、何のあった年いや、わかんない。あ、そういう感じではない。何か世界観がレトロなアメリカ うん、うん多分これ多分ロサンゼルスかなんかの話なんだけど、うん、で主役があのライアン・ゴズリングっていうあのちょっとね<ー>イケメンの、はいうん、いい芝居する俳優さんで、はい、でバディモノの話、うん、要はアメリカンな話でで相方がラッセル・クロー。 最強じゃん <laughs> もうこれだけでちょっと見たいじゃん <laughs> であのライアン・ゴズリングがだめ、うんえっと、な探偵というかさ、うん、えない探偵みたいな、うんうん、なんかもう叫びたりだし、うん、なんかもう仕事もなんかもう老人相手に仕事して、うんうん、いやーまだもうちょっと調査に時間かかりますねって言って、うん、もう追加料金とかって言ってるようなうん、うん、そういう探偵相葉はもう暴力刑事でしょそ,そう暴力刑事もちろんそう <laughs> 暴力刑事じゃないんだけどラッセル・クローは、ね、探偵とかでもないんだけど、うんまあ、とにかく喧嘩は腕っぷしはめっちゃ強いやつだからそういろんな事件とかその頼み事頼まれ事をなんかこう解決とかやってる何でも屋さんみたいな便利屋さんみたいな感じの探偵というも言えないような感じのことをやってたでそれがたまたまま同じ事件でこう。 同じ,こと同じ人を探すみたいなことにぶつかったときに最初はこうあのラセル・フローがライアン・ゴズリをボコボコにするんだけど <laughs> <laughs> それが勘違いだというのは分かって一緒にやるんだから一緒にやった方が効率よくねみたいな話になってバディとしてやっていくんだけどうん、うん、でだんだんこうお互い信頼してって友情が生まれつつ。うんうん、すごくこうコメディアス だからもうなんかガチガチの刑事もんです探偵もんですバディもんですってよりかはなんかもうとぼけたやつらがんかちょっととぼけ合いながらやってるから割と楽な気持ちでレトロなあのノリだからもうザッツアメリカンを浴びるやついいですねそういう感じの作品でしたアメリカン好きにはって感じですねわかりました じゃあちょっとそのノリでアメリカンアニマルズはってこうそのサムネ見た時になんかすごいおしゃれっぽいなとか、うん、かっこいいなと思ってサムネイルがなんかスーツ着てる、うん、えと男4人ぐらいの写真の顔の部分が何かページがめくれたような細工がビリッとしてあって、うん、そこが一人一人顔がみんな動物になってるみたいな。 サムネでオレンジの一色の背景でかっけえなと思ってどんな映画だろうと思って見てみようと思ってカレンダーの案にいただきましょううそですねちょっとかっこいいですからね。で見てみたらこれドキュメントではないんだけど最初に実話をもとに作られてますとかって大体出るじゃないそうういのはねだけどちょっと違って。 これはほ<う>物語ですらでもないというかいきなり出てくるのがなんかキャラクターその本人、うん、本人って書いてる人たちがなんかインタビューを受けてるみたいな感じから始まってあれこれドキュメント映画だったかなと思うんだけど、うん、ちゃんと物語としてその回想要はで役者さんたちが別の人がこう演じてるんだけどうん、うん、これがその アメリカのある大学に図書館があって、うん、でその図書館の,そのなんか特別閲覧室みたいなところにすごく高価な、うん、要はもう画集だよねあの動物の画集すごく古い、うん、で、めちゃめちゃ巨大なもうなんかこんな大きな画集、うん、本、うんうん、それが展示されててうん、うん、で、まあ、あの師匠の人おばちゃんが1人。うん 1> その あの特別室の鍵その予約しないと入れなくて、うん、でその予約した人は鍵開けてもらって一緒になってみてどうでしたかって言って、ねうん、それだけの要は施設なんだけど、うん、その主人公が大学在学中にそこにふわっと行った時に、うん、すごい高価な本なんだって高価っていうかすごく貴重な本なんだっていうのをポロッと友達に話すのねその悪い友達。うん しかも素行、うんうん、の悪くてもうやラッセルクローだ・ラセルクローではないんだけどあ<ー>いわのファイトクラブでいうとブラッド・ピットみたいなやつにいきなり「いやーそういうのがあってさ、うん、あんなさそんな貴重な本をさ師匠のおばちゃん一人が見張ってるなんてそんなバカげた話ある?」みたいなそんなノリで喋って、うん、そしたら「それをじゃあかっさらったら俺たち億万長者じゃねえ?」みたいな話をする、うん、だけどすごく頭のいい子たちだから大学の優秀な。うんうん そんななことしなくてもいいのようん、うん、要はだけど何かこう抱えているストレスが徐々に徐々にそれをする方向に進んでいくのえなんか怖そうでそれを本人たちが当時を振り返りながら間々にインタビューをちゃんと挟まってるのよ。 ドキュメンタリーなのか物語なのかでも実際にあったことなんだからこれはもうドキュメンタリーなんだろうなと思ってその事件の顛末お粗末な事件なのしかもそれが結構結局ね盗んだりとかするんだけど彼ら大学生4人がだけどあっさり捕まっちゃうんだよねだけどそれがなんでこうなっていったのかなんてことないことがすごくなんか。 計画性があったとかなんかそううい思想があったとかなんかいろいろ言われてたらしいんだけど当時はんてことない思春期だったりとかそういういろんなもやもやとか葛藤の結果だっただけでやったことがすごい大それたことをやったようなことを言われるけど何だかも些細なことでそんな些細なことで人生をすごくなんか棒に振ったわけじゃないけどもう変えざるを得ない人生を優秀で優秀な大学生だった人たちが。 てもう後のあと就,就職とか何も困らなさそうなぐらい優秀なバックボーンを持ってる人たちがいろいろその後の人生大変になったその事件はこれですみたいな映画へえ面白そうなん,かなんか面白いっていうかなんか複雑な気持ちになった見ててなんか,なんか あらすじ途中まで聞いててなんかラース・フォントリアとかそういう感じのあ笑いかと思ってて何それラース・フォントリアってドッグビルって知らないですかドッグビルあみあ聞いたことあるダンサーインザはい。監督ああはい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 ,はい、はいうん、なんかすっげえ救いのないとこに物語を持ってるんですけどいやもうこれ事実だから救いのない物語じゃないっていうところがもう本人が喋ってて最後にだからそんなんで俺な人生を変えてしまったなっ うん、でもそのなんか人生を後悔はしてるんだけど何、うん、て言うかな何かこう何とも言えない表情をするんだよねそれ役者さんじゃないのにその人たちは。本人はね、うん、本物だからその事件を起こした本人たちだから。あーはーあ そか,そか本、本人の現在の本人のそう現在の本人が過去を回想して役者さんなんだけど<ー>その本人たちがさ一番悪ぶってたやつは今映画関係の、うん、なんか勉強とかいろいろやってるとかいうのでちょっとなんか昔っぽい雰囲気も加茂しながら喋ってはくれてるんだけどそれ以外の人たちとかがもうんかうわんか。うわ 何その喋ってる言葉が物語進むにつれてなんかそのインタビューの言ってる内容がなんか重みが増してくるというかそれで今こうやって喋ってくれてるのこの人たちみたいな気持ちになるっていうかなんか特殊な映画ですねそうすごい特殊な映画だった、はい、なんか見終わってなん,かな,んな,んなんて思えばいいんだろう俺はと思ったうん僕は何思えばいいんだろう状態で本当に。<laughs> だって物語だったらああだこうだ言えるけど実にあったことなんだよなって思うとしかも本人たちがそう言ってんだよなと思うでも何にも言えないからうんその本人含めて脚本っていう線はないんですかないないびっくりするぐらいなかったうんすごいな面白かったじゃあちょっと箸休めでそのズームの話を 箸休めでズーム休めなんないごめんこれあの。今回僕3本のラインナップのうち、うんうん、本体はズーム見えない。あっ、そっちだった、ごめん、ごめん。あじゃあ、ドクターストレンジの先行くわ。じゃあ、本体だったの、まさかの、ズームが。マジでドクターストレン、はい、やこれは、ね、もうあの間違いなく面白かったですよ。ああ、まあそりゃそうだよね。うん、大ヒット中だもんね。ねうん、カンバーバッチさんもかっこいいし。 え終わりちょっと待ってもっとあるでしょ語ることないのいやーなんかねあのー、今から、うん、じゃあこれ見ましょうって言ったら、うん、相当見なきゃいけないじゃないなるほどね、うん、えそのそれだけ見ても分かんないんだ、うんまあ、楽しくはあると思いますが、うん、ただなんか多くの楽しみを取りこぼすなって っってていう感じでではあるんですよーマーーベルシリーズってなるほど積み重ねいろんなところの積み重ねが生きてくるっていうやっぱりずっと見てて、うん、なんだろう友達的なキャラクターが多ければ多いほど、うん、あの染みてくるシリーズだとは思うんですけど、うん、はあなるほどねそうそうで 去年か一昨年ぐらいから、うん、配信用にドラマを作り始めたんですよ。あ,あ,ね、あの別のサブスクでね。で、今回、うん、多分初めて、うん、ドラマまでちゃんと見てないと取りこぼすものが多い作品だったんです、ね。出た出た。ああ、うん、もういよいよそうなってきた。そうそうそう。<ー>まあ,あの、好きな人は多分どこまでもついていくし。へえ<ー>。うん ただまあドラマ見てなくても楽しめないことはない。うん、なるほどね、えっと、ちなみに西村君はドラマの方は見ました、見ました。見てから見たんだ。そう,あのう見てから見たっていうかもうすでにドラマ出た時に見ててドラマシリーズの最初に「ワンダ・ビジョン」っていう、うん、ドラマがあるんですけどそこに、えー、登場した「スカーレット・ウィッチう」うん 目遠いけど大丈夫うん、だってわかんないもん俺見てないから女性のアベンジャーズに加わってた人がいてその人の物語があるんですけどそのスカーレットさんが今回このドクター・ストレンジと並び立つ主人公みたいな感じで出てくるんですよ映画の方でむしろ本線っていうか本当に描かれてるのはスカーレット・ウィッチさんの方 みたいいなぐらいドクター・ストレンジとは言ってるけれども彼女の人生における問題っていうのにクローズアップされててその彼女の人生における問題っていうのが、うん、あの如実に現れたのが、うんうん、ワンダービジョンなんですよ。ああそのドラマの方ってことだからね。なんか いいよいよ途中からなかなか入れなくなってきたぞっていう感じではありましたかうそうかもうじゃあもうマーベル今から見るって大変なんだえでも楽しいですよいやそうだけどさ俺もう全くマーベルゼロだから、うん、マーベルゼロなのようん、うんうん、どこを1にしていいか,かも分かんないからアイアンマンですよそれはあそうなんだあえー、キャプテンアメリカ」かなえハルクじゃないのハル,ハルクもね制作は初期段階なんですけど、うん、ハルクの「 最終シーンにすでにアイアンマンが出てるはずなので。へぇー、あ、そうなんだ。うん、多分、うん、アイアンマンかな。うん。キャプテンアメリカもそのぐらいの時期。う,ーんうんへーもう。それはもうずっと最初から追っかけてたの、西村君は、やっぱり。ええとね、いや、アイアンマンはテレビで見ましたけど、うん、アイアンマン2は劇場で見ましたね。ああ<ー>、うん、あと全部劇場ほぼほぼ。 いや、えーと、その頃はもうアイアンマン単体で好きだったんですよ、あ、なるほどそうか、まだだってつながるとは思ってないんだもんね。で、アベンジャーズでつながって、うんで、それ以降は劇場で見てるかもしれないあ。やっぱアベンジャーズが衝撃的だったんだね。ね<え>あ、そうだよね。だって、あれ公開した時のキャッチコピーがさ、うんうん、日本よ、これが映画だでしたからね。ね、いや、そりゃそうだよね、うん。圧倒的なスケール感だよね、そうなのね。 ねすごいシリーズだなと思あましあね。ファミコンジャンプなんて目じゃないってことだよね。ファミコンジャンプね。俺はあれを衝撃的だったけどね。確かにねでもやってることとしてはそうですよね。そうだよね。うんうんうん。そうかい。だから本当に、なんでしょう。こないだ『アベンジャーズ』のエンドゲームっていうので、一応。 ある程度の区切りに行ったんですよ。うんって聞いたことある。うん、で、僕、大学の先輩にマーベル、すごい好きな方がいるんですけど、うんうん、でその人がエンドゲームを見に行って、うん、ツイートしてた感想に僕は泣きそうになったんですけど、うんいや、エンドゲームがね、上映時間が2時間半から3時間みたいので、長いって言ってる人が多いけど、うん、それは違うんだと。うん、エンドゲームの上映時間は10年だ <laughs> <laughs> 最初のシリーズのスタートからそこまでの時を過ごしたっていうことが上映時間なんだよっていうことを言ってた激しく同意しちゃったわけだね <laughs> なるほどね <laughs> <laughs> そうそうなのでねあのー、今から ね<う>シリーズに入る方はむしろその10年をぎゅっと濃縮して味わえるわけですあまあ待ってる期間がないわけだからねある意味ねうんう本当にね待ってるとうんとこれは何だったっけなみたいなこともやっぱり出てくるので確かに確かにいやいやあでもあの新エヴァの時もみんなそうだったじゃないやっぱりその、うん、ね4作品のケツっていうよりかは、うん、その30年 あ、三十年じゃない、二十年近くのやっぱその結末みたいな、やっぱりそういう感覚で見てたから、そう,ですね、うん、やっぱりもう必要以上に来るものがあるっていうのはあったじゃない、やっぱり、うん、うん、まあそれと似たようなことなのかやっぱり、う,ん、うん、そうか、なるほどな、入りづらくはないけど入ったらすごい面白い、うん、面白いですよ。なるほど。 ね、そうかそうかまあベルないつ,いつ手つけていいか本当は分かんないよねアイアンマンの上映会しますそういう機会でもないかぎりい。<ー>じゃあ劇場公開でいうと私、ねうん、この「シン・ウルトラマン」はちょうどだから本当に誕生日の日に見に行ったんですよなんですけど、うん、これはもう何も喋りません、僕これ。 ここに書きましたけどこれ喋っっちゃいいけないと思ってますうんうんまだやってるし絶対に僕がこれどんだけ編集遅れてもまだ、うん、絶対やってると思うので僕はウルトラマンが好きですとにかく、うん、で本当に好きなんですけど、うん、その私が見て好きでしたそれだけで十分だと思います、うん、うんでも初めてウルトラマンというものを知らずに「うんうん 新ウルトラマンからウルトラマンというものが入ったとしても大丈夫です。うん、あそうですか全然大それでウルトラマン新ウルトラマンを見て、うん、元のその、うん、最初のウルトラマンでもこんなシーンあったんだよっていう情報は多分どっかで触れると思うんですよ。同じ怪獣が出てきてるよとか、うん、何でもそうなんですけど。うんそれで 初代のウルトラマンを古い映像ですけど、うん、見てもらう機会があってそこで当時の人たちの凄さをなんか知る機会ができたらそれだけでいいですもう本当にうんうん。今の映像だしすごくかっこいいこともうん、うん、面白いこともやってますけどうん、うん、当時もそれはそれですごくかっこよかったんだよっていうこと。 ね、ウルトラマンってその子どものもんじゃなかったんだよっていうか、うん、子どもだけのものじゃなかったんだよってやっぱり強く言える作品をちゃんとその頃子どもとして見てた人がやっぱり大人になって作りたいと思うだけのものだったんですよっていうのはやっぱり感じましたね。うんうん、これはもう見る以外ないですとにかく見てから話しましょうってう感じですこれを。 えと僕のほうがね1本多いので先にじゃあどっちがいいですかスイスアーミーマンとパーティーで女の子に話しかけるにはス,スイスアーミーマン気になってますからねこっちが本体なんですかえ僕あの実はこのパーティーは今日見終わったんですよ、うん、ついさっき見終わっただからそれまではこいつが本体でしたなんですけど、うん こいつ本体に切り替わったかもしれないレベルです。へえ。じゃあ、スイスアーミーマンからいきましょうか、はい。スイスアーミーマンはね、えっ、ー、と、これも2016年ぐらいの作品で、うんうん、えっと、な、まあま、まず出てる人言ったらこれだけで西村君は見てた可能性あるなって思ってたんですよ、実はこれ。ジャンクロード・ファンダム違います。えっ、ー、と、主演はね、あのー、 ポール・ダノさんっていうちょっと若手の俳優で新しいバットマンの悪役かなからやってたような人なんだけど、僕はあんま知らなかったんですけど、もう一人主役級の人が出ててそれがあのダニエル・ラドクリフ。ああね好きそうでしょだってその時点で。それね幻想だからね。なんだからね。なんで好きでしょ。 ハリー・ーポッタシリーズハリー・ポッター僕、最後まで見れてなないんあ、そそううだかからエククスペト・トパトローラー <laughs> 西村君が「ハリー・ポッター」好きというねイメージを勝手にこっちに押し付けて作られていってますからそのイメージの結果うちに杖があるんだから <laughs> 先が光るやつ <laughs> 僕の家にもありますから大丈夫ですと <laughs> <laughs>、はい、ういう,ふうねあ<の>、えー、まあその「スイス・アーミーマン」って聞いて何を想像します、うん ススイス軍人じゃないのって思うじゃないでもスイスに軍人はいないのううんあのこれ無人島の話なんですよって聞いたら何か思いつきますえラドクリフ師匠がずっと死体だったやつそうあっ知ってる話題にはなってたよ、ね、あそうそうそうあそんなタイトルだったのだそうであのー、無人島とかで活躍する十徳ナイフみたいなのあるじゃない ああススイスアーミーナイアミナフそれから来ててああそうそれぐらい便利な男の話なのよ。あ<ー>でそのさっき言ったように無人島でもう救いがなくて、うん、あの主役の子が、まあ、首吊り自殺をしようともうもう生きててもしょうがないって言って、うん、でその首を吊るか吊らないかっていう瞬間に浜辺にあの死体がボーンと流されてきたのをパッと見た。 最初にそれは生きてるやつかと思ったから、うん、ああと思って一瞬にこう自分で死にそうになってるのをぶって引き剥がしてああっていってパッと見たら死んでるやつだ,、うん、だけどなんかああと思うんだけど動いた気がしたの。でパッと見たらブルッって、うん、おならをしたのね死んでるのに。うんうんえ なんだガスが溜まってなんか出たのかなうん、うん、ってぐらいでもう、まあ、やっぱりわあわあってやっぱ死のうと思ってるやつがでもなんかずっとブッブッブッブブってラドクリフ師匠が寝てる寝てるっていうか死んでるカムも白くてもー、はい、ス,スーツは着てるんだけどうん、うん、死んでるブブブブブブブってなって浜辺でブブってなってたら、うん 徐々にこう海の方にブーブー,ブー,ブーって言いながら、ちょっと動いていくのね。<laughs> <で>そう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 。そしたら。ブー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 ブブブブって行くから、おい、え、おちょっと待て、おい、待てよって言って、その。死体を追っかけて、死体にまたがるの、はい、そしたら。ブーっつって、すごい勢いでブーっつって、海越えていくのね。<laughs> もう、超面白いですよ、この時点で超面白いですよ。それ、それで。 タイトル出るののよ。よ、<laughs> 冒頭なよそれ <laughs> <laughs>、えー。あ、そう、うん、いやなんか死体役って聞いてたから、うん、きっとハードな映画なんだと思ってたら、うん、そういう感じなんだ。そでうううこれがでも、うん、コメディの皮をかぶった、うん、なんていうのヒューマン感動ドラマというか。 で海を渡る映画が笑っちゃった「屁で海を渡る映画がなのよ <laughs> これがすごいのよ、うん、あのー、まあで死体は死体なのよ絶対にうん、うん、でもう主人公もなんかもうちょっとね昇進してるのかいろいろ事情もあるんだろうけどあんまりこう多く語られないだけどその海を渡,った途中渡る途中で溺れちゃうのね バッつって落ちちゃってあのその死体の海渡りは長いの <laughs> 結構いや一瞬ブワーって言っててなんか、うん、元って言ったらなんか手離しちゃってバーンって落ちちゃって、うん、で気がついたら陸に なんか浜辺にたどり着いてて、うん、それがどこの浜辺かわかんないけど帰ってこれたみたいな気持ちになってる携帯をこうジップロックかなんかに入れてた主人公が出して電源入れるんだけどまだ電波は入らない、うん、電波入らないところかまだって言って、うん、電波が入るところに行ったらまたこれつけようって言いながらこうもう1人で行こうとするんだけど。うんその まあ、ラドクリフの死体が気になってしょうがないどこ行っちゃったんだよってねそうそうなんか置いてかれるのがなんか置いていってもいいんだろうけどお前のおかげで助かったよみたいな一回置いていこうとするんだけどあへ,へもい一緒にいるんだそう,そういるのい,いるのよいるのよたどり着いてたけど <laughs> はあ、はあ、そうそうそう置いていこうとするんだけどなんか置いていけなくなって、うん、こう担いでこう山の中こう森みたいなところにガーって入っていくのねうん、うん、で 洞窟みたいなところにボーンとやって,言ってもう「お前は兵以外航こと以外できないやってたな」とか言ってもうボロカス言ったりとかいろいろ八つ当たりの対象に今度はなんのよね,なんなんよねストレスが溜まってるから、うん、その時も兵はね続けてるいやもうその時は兵出てないもうおーおーただもうわってなってるだけなんだけどで「喉乾いた」って言ってもう遭難してるわけだから要は水欲しいなって言ってたらあの急にラドグルフ,フの口からブ「ボン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 」ブーブーっ,てって水出てくるのね。<laughs> で、水がジュワーってわけてる。待て,待て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 ってでコップをこっかさしてこうちょろってったら、ちょろってちょろってって。え飲めんのかなっていうの飲んだ。水だーって言って、お,<ー>お前すげえやつだなってなってくるのどんどん。<laughs> で、そのうち死体なのに喋り始めるの。<laughs> お<ー>もうそこからよもうなんか何これ俺は何を見させられてるんだろうっていう世界に行くの。今度どん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 。 なんとにかく死んでる人間というものをモチーフに生きるって何なのかっていうのをすごく突きつけられるうん、うん、とにかくこれね水産美誠はね何だろういやあの全然違うし、ねうん、だからこっち見てるこっちがどんどんジャンルをかき回される、うん、こうだろう でもそうじゃない方向にどんどん行くのよ。うん、で最終的にはなんか「俺この死体のおならで泣いてるんだけど」ってなはあ。ラドクリフの芝居がすごいとにかくでも。<ー><ー>すごいしそれをやることもすごいね。いやもう本当に もうだから獅子にほとんど力を入れてないような芝居ばっかりやるんだけどそれが本当に肉体を使ってやってるなっていうやっぱ演劇的な要素だよねだからそういう意味では本当の肉体を使ってごまかしなしでやってるからこそ生まれる呼吸だったりとかその大変さその大変さが芝居にリンクしていくみたいなところとかもすごく面白い作り方してて非常に見応えがあって。 爆笑しながら泣くというわけのわからないことが起きます、これは。そして生きるっていうことを本当に考えるというか、お白いなと思って、これ本体でもおかしくないような、そうでしょ、じゃあそちらの本体の話をじゃちょっと、ズーム、見えない参加者、「ズーム、見えない参加者」という映画ですね。 俺の,あの僕、見たのはね、うんえー、とりあえず短かったから本、うん、数を増やそうと思ってみたんですけど、うん、60何分かかな。あ、短い。結構てん、でも手軽には見れないな。あのホラー映画です。ああ、ね、そうだよね。そうそうそう。で皆さんあの、パラノーマルアクティビティってご存知でしょうかああ、なんかね、有名だよね。一時すごい でシリーズが56作あるんですけど監視カメラとかの映像がベースでで進むんですよ家の中にラップ音がしたりとか,、うん、なんか物が勝手に動いたりっていうことがあるから、うん、その原因を突き止めようっつって仕掛けた監視カメラにいろいろ映る。 ってていうのがまあシリーズ5作通してねパラノーマルアクティビティのねのあれなんですけどこれは本当に怖い映画でしてこのズーム見えない参加者っていうのはパラノーマルアクティビティだと思っていいああなるほどねそれのちょっと派生みたいな、うん、そうそうそうだから多分ね同じスタッフが作ってるんだろうなって僕は思ってたんですけど、うん調べ 結果、特にそんな情報は出てこないんですよ。なのに類似点が多い。そうそう。パラノーマルアクティビティの制作の方が絶賛している。ああ、なるほどね。というので。本当にね、もうシリーズの中の一つですって言われても。そうだよねっていうぐらい。なんでしょう。共通点が多いっていうか。魂がそのまま流れてる。スピリットがね。うんうん。 そう映画でございましたよ。ズームっていうのはズーム？そうあのオンライン会議とかで。ほう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 。ズーム。ズームが正しいのか。ズーム。ズーム？ズーム？わかんないけど。ズームとしておきましょう。で、あのロックダウン中のイギリスが舞台なんですね。ああはいはいはい。でそのロックダウン中に人とも会えないし何も楽しいことがないからズームを通して高齢会 交わる例の会、うんうん、例を呼ぶ会みたいのをやってみようって言って集まった人たちの話なんですよ。なるほどね。Zoom、うん、でオカルトやろうっていうことね。本来はなんか手をつないで輪になったりするらしいんですけど、Zoom、うん、画面上でちょっと試してみましょう。うん、で、やるんですわ。うんうん っていう映画ですああもうそれ以上語れない感じでああ怖そうだからなんか <laughs> いやいやいや俺は怖くてもう <laughs> ねっ <laughs> 知りたい人がいるからそうかそうかうん全然、うん、いやまあそれで、うん、高齢界をやって、うん、大変なことになるっていう映画ですね、うんうんうん ずっと何ズームの画面で、あもね全編ズーム画面で撮影してるっていうのが一つの大きな特徴は。なるほど。その別カットがあってその人、そのズームやってる人がこう映すとかはないってことね。ないないない。もうすべてズームを通した映像で、は<ー>あの常に画面の、うん、あの外側が、うん、あのズームの画面なんですはい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 。だから見慣れた感じのやつで、うんうん、ええ五六人。 っていうのなんですけど、うん、こ,のこの映画というか、まあ、パラノーマルアクティビティ全体の特徴なんですけど、うんうん、すごい集中して見ちゃうのね。<ー>っていうのは何かが起きるかもしれないって常に思わされるのあその。あ、まあ、その展開的に 勝手に物が動いたりとかうん、うん、なんか映っちゃったりするかもしれない映画だぐらいの前情報は持ってみるからあ<ー><す>なるほどねもうねすっごい何でもないとこう <laughs> じーっと息を潜めて見ちゃうの怪しいなーっつってそうそうそうえ今今何かあったって、うん、そのズームの画面、うん、でさこの自分の端末からこう映すわけじゃない、うんうん だ普段絶対に見えない自分の背後っていうものが参加者分だけ映ってるんですよまあまあそっかでその背景の映し方がまたうまいああなるほどねこの奥部屋の自分の奥のちょっと遠くのドアとかが微妙に半開きになってて暗いとかうわー そうそうそうあとまあ全体的に暗くてなんかちょっと光っている、うん、その光は果たしてなんだろうかみたいなところとか<ー>本当に何でしょうパラノーマルアクティビティはマルチカメラのシーンってそんなになかったと思うんですけど、うん、もうこれ常に56人いるからその56箇所の場の背景っていうものにも常に敏感になってしまう。<laughs> なるほどね。ここ見ろっていうあの案内はないわけね。ないですね、まあ、たまにあの一画面だけになったりして、て、うん、後半はもう一画面ずつ進んでいくようなことも多くなってくるんですけど、うん。なるほどね。そうそう。まずねその人の集中力の引きつけ方っていうのがすごくよくわかってる。うん、あなるほどね。うん、ああ、そういうことか。見るよね。 もう見事に視線を誘導されて<ー>見事にびっくりする<ー>あるいは張り詰めてたのにすごい肩透かしをされてされたあげくにすげえびっくりするなるほどねうんは<ー>本当にね、あのー、見てるととても怖い映画なんですけど、うんあのー、僕 <laughs> ホラー映画 割と見ちゃうんですよジャパニーズホラーは全くダメなんですけどあ<の>あアメリカのホラーに関しては、うんでしょうね割と悪魔っていう概念うん、うん、音量とかじゃなくて。 悪魔がが原因のことが多くて悪魔ってあんまり日本にない概念なじ、まあ、みはないよね、うん、確かにだからなんか一つちょっと離れたものとして見られるので、うん、怖いは怖いけど大丈夫なんですよ、うん、だから見ちゃうんですけどそういうホラー映画、うん、怖いとは思うんだけれど同時に これ作ってる人たちすごいなっていう目線で見ちゃうんですよ。なるほどねああそうそっかうだよ、ね、あこれすんげえ作るの楽,楽しんでるって言うとあれですけど、うん、本気っていうのがすごい伝わってきて<ー>で当然なんか目的としては怖がらせたいってことがあるからそこに全力の仕掛けを用意しているっていうことにうん、うん、もう怖いながらも素晴らしいって手を叩きたくなる。 なるほどねでも分かりやすいもんねその怖がらせるっていう目的に特化できるっていうかさ映画ってもっと見る人によ,よりけりだったりすることが多いじゃん拾い方みたいなのもう作り手がこう見てくださいって言えるものって少ないんだけどホラーって言えば怖がらせるっていうことにお互い同意してるみたいなとこあるもんね唯一ひょっとしたら。 なるほどそれでとがっていってさらに考えもしないところ行くっていうのはやっぱすごいね、うん、はあなるほどね本当にねそうかその熱量には勝てないな僕の本体もでも勝ち負けじゃない <laughs> <laughs> えっと「パーティーで女の子に話しかけるには」うんうん、これパッとタイトル聞いてさなんかどんな映画だと思う なんかそういうタイトルの映画たくさんあるなって,いうって思うじゃんちょっとキラキラした感じの青春ちょっと面白い映画2017年の作品かな、うん、でこれ岸君もねなぜかこれ1977年をモチーフにして<ー>さっきの「ナイス・ガイズ」もそうなんだけど「何7」うん、えって何かあったのかなと思うんだけどうん、うん、で今度はこれは、まあ、イギリスロンドン の話だだからまちょっと全然違ううんんろけどさ77年生まれだったら運命だと僕全然81年生まれだからね全然違うんだけどそうそうそうだから俺もそんなよくある感じかなと思ってたんですよでまあ端的に言うとさっきジャンルより分かんないって言ったじゃんスイスアミーマンもっと分かんないはあ もっとわかんないの出てきたと思って<ー>これ何と思ってあのー、えっ、ー、とねイギリスっていう国柄を、まあ、僕は留学してたから特に国民性とかお国柄もよく知ってるっていうのもあるけれどもうん、うん、その、まあ、パンクロックみたいなあるじゃない、うん、音楽でパンクって。はい、でそのパンクに憧れる少年。 が主人公で出てくるんだけれどもまあ最初の方は何この1977年という微妙な年代をモチーフにしてるちょっとレトロ風のなんか青春のちょっと荒い。 青春の荒い映画かなそのこれ青春の映画かと思ってそれでパーティーで女の子に話しかけるにはだから、うん、このモテない男がさモテていくみたいなさ、うんうん、そういうちょっと恋をして傷ついてみたいな話かなと思う。うんうんで ななんかすごい有名な地元で有名なパンクバンドのなんかライブがあってそれの打ち上げみたいなのに俺たちも混ざろうぜみたいいな地元の悪いやつらたちみんなやって言くんだけどパーティー会場がたどり着けなくてあのあの迷子になって普通に「えどうする?」とか言って言ってたら変な音楽が聞こえてきて「あ音楽聞こえる」「あこっちだね」とか言ってである普通の家にたどり着くんだけどイギリスってパーティーってみんな家でやるの。 ホーーームパーティー文化がすごい一軒家の家をなんか学生とかがシェアして住んでたりするの当たり前だし、うんね、そのホームパーティーってもうもう盛大にやってたのうん、うん、俺も実際に行ったこともあるしはい、はい、だからあごくごく普通の流れなのそれが。うん、でホームパーティーがあって変な音楽聞かれて「ここだ絶対わわ言ってる」って,言って開けたらあの見たこともないなんか近未来の,あの何ピタッとしたスーツの。 あの女の人がパッと出てくるのねでなんか分かんないけどえもう若者たちはここだろうって信じてるから、うん、なんかあんまり気にしてなくてなんか変なの出てきたけど、うん、でもまあここでしょみたいな感じで行くだからその女の人もなんかまあいいわ入っていいよみたいな感じ、うん、なんか入るとさなんかそういう服装の人たちがさすごくスローにこうやって動いてたりとか <laughs>、うん、<laughs> すごいなんか。 何このコンテンポラリーの何かを見せられてるような感じでそれを若い男の子たちが「何なんだここすげえ!」みたいなところで入っていってでも何かいい子いたらお前声かけろよとかお互い言い合ってるもうほんとパーティーのつもりで来てる斬新なパーティーやってんなぐらいの感じでイギリスって何かそういう雰囲気好きねそうそうそう <laughs> でなんか いろんな部屋開けてよ。じゃあ女の子は1人だけ座ってる部屋があって主人公の男の子が勇気出し「てやとかって声かけてその子に一目惚れしてんか声に落ちるそこだけ切ると普通なのよだけどその子もその変な人たちの中の1人なのねでその女の子を連れて帰るんだけどで全然容量はつかめないのまだうん でその女の子連れて行くんだけどうんなんて言ったらいいのかなもうこっからもう,もうわけわかんないもっとわけわかんない詳しくは本編でい, <laughs> いやいや俺が説明しきれないかもしれないけどだからもうその変な人だけどどうやら話してる内容的に宇宙人なのよ、まあなん 薄々そうそは思ってましたどうやら宇宙人っぽいのよイギリスの面白いの一つなんだけどごめんね話飛んでて、うん、あれだけどその宇宙人なんだけど、うん、勝手に主人公とかをなんか宇宙人かどうかも分かってないし、うん、外から来た人たちだってことだけは分かってるから、うん、なんとなくなんだけどいや彼女アメリカ人なんだっていう。 これがイギリスのあるあるの面白なんだなと思って<ー>でそこからずっとアメリカ人として進んだからそこああこれはひょっとしてアメリカ人とかそのイギリスとアメリカっていうものをまるで宇宙が違うみたいなことで表現してる作品なのかなってちょっと途中思わせるのよだからそういう意味でもうそれもミスリードで <laughs> 全然宇宙人の話にまた戻ってくるんだけど。 何も分かんねえなと思って、うん、でもこの2人の恋愛模様なんだろうなと思ってずっと見てるわけよ、うんうん、そしたらさ何急にさもう後半からさ哲学とかになってくるのうんで何て言ったらいいのかなすげえエンターテインメントのミュージックビデオみたいなのを見させられたかと思ったら、うん 急に哲学を語られて、うん、すごくなんか人生観みたいなのを問われて何、うんうん、か,か知らないけど感動して終わるのようんこの流れかからななんん <laughs> もわいこれね本当にななこれこそ見ててどんどん裏切られていくわけじゃないけどはははい見ててわかんないままずっと続いていくんだけどわかるんだよ。うんうんうん で、どんどんん分かっていくんだけど分かったところで分かんないの俺は一体何を見たのと思って<ー>、うん、タイトル詐欺じゃないと <laughs> <laughs> そうね何にも違うパーティーで女の子に話しかけるには、うん、つまりどういうことが必要ですかとかそういう映画だと思うじゃん、うん、これについて何も言ってないのとりあえず。 お前なんかいい子がいたらお前ガンガン行けよの一言あったとしたらもう話しかけた後の話ばっかり全部これはぜひ現代を知りたいですねいや現代もほぼそんな感じあそううん「How to Get to Nan't o a Girl」みたいなその「イン t パーティーみたいなそんなタイトルなのもうもう直訳してるタイトルこれああそうなんだ、うん、はあと思うじゃん、うん、もう「はあ」だよ「うん、はあ」だけど なんだパンクって青春だなとも思うし、うん、なんか反骨ってそうかみたいな、うん、なんか哲学だなとか生きるってことだなとかいろんなことがもうなんかぐっちゃぐちゃにされて、うん、なんか SF で梱包されるんだけど、うん、SF って確かにでもパンクかもってなんかパンクで最終的にラッピングされるみたいな何重のマテリオシカのなんか <laughs> ジャンルなのこれって思う。 一瞬なんか藤子先生の SF 短編みたいな匂いを感じました SF の要素がちょっと安っぽい感じだったりするのよだからなんか「うん?」って思うんだけどだんだん「なんえ何これ?」ってなってくるっていう不思議な映画見たなと思ってだからこれが本体になってしまいました気になる方ぜひ見てみてください本当にそうですね ちょ,っとちょっとなんかあお俺がおかしいのかなって思うぐらいなんかぶっ飛んでます、うん、なのになんでこんなに俺見てんだろうと思うめちゃくちゃ面白くなってくるっていうかうん、うん、不思議です主役の女の子がエル、ねあのー、ファニングですねエルファニングかあだから可愛くて見ちゃうっていうのもあるはあ<ー>うんなんでぜひ <laughs> <laughs> はいというわけで、われわれ映画についてあだこうだと結構な時間しゃべりましたね。どうぐらいでしょうねね分かんないですけどそして結局全部話した、ね、話ちゃったね、数本にしようって言ったのにね、もう軽くしゃべるつもりがいい、がっつりしゃべっちゃった、うん、これをねまあ月1とは言わないですけど、うん、まあたまにはやっていこうかと思っております。面面白白かかかっったたねね、うん、なんかね、うん、ということで、また映画を語ろうのコーナー。 をやりたいと思いますので、その時まで、えー、お別れでございます。<laughs> 俺やだなそのテーマソング <laughs>。<laughs> はい、この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録、コメントなどお願いいたします。 またこんな映画見てみてください。これの感想を、お二人の独自の感想を聞きたいですっていうのがあれば、おすすめ映画なども教えていただけると幸いでございます。では、えー、今日はこの辺でお別れにしましょう。以上ンンバババーグラーメンでしたンバイバイ, <laughs> バイ,バイ